住民税非課税になる条件や計算方法について解説していきます。1. 住民税とは。住民税には均等割と所得割の2つがあり、合計額を納めます。どちらも非課税となる条件を満たせば、住民税が全額免除されます。住民税非課税世帯とは、世帯全員が非課税であることが必要です。均等割、 一律でかかる税金です。通常、市町村民税が3500円、道府県民税が1500円、自治体によって異なる。所得割り、所得に応じて課税されます。市町村が6%、道府県が4%の合計10%、自治体によって異なる場合あり。2、所得と収入の違いについて。住民税非課税を考える際には、 所得と収入の違いを理解することが重要です。収入、給与や年金、事業収入など、手元に入る全額。所得、収入から経費や控除を引いた後の利益部分。給与収入の例。給与をもらっている場合の計算方法です。給与収入、年収、額面。給与所得、給与収入から給与所得控除を引いたもの。 この給与所得が住民税の計算基準になります。例えば、年収が300万円の場合、給与所得控除が約98万円、控除額は収入額によって変動を聞かれ、給与所得は約202万円となります。この給与所得が基準として、住民税が課税されるかどうかが判断されます。年金収入の例。年金の場合も同じ仕組みです。年金収入。 もらっている年金額。雑所得、年金収入から公的年金等控除を引いた後の所得。65歳以上の場合、控除額が高くなるため、年金のみの収入で住民税が非課税になる人も多くいます。例えば、65歳以上で年金収入が150万円の場合、公的年金等控除が約110万円あるため、雑所得は40万円となり、 この金額が非課税ラインに該当するかどうかで判断されます。65歳未満で年金が150万円の場合、150万円 ×25% プラス27.5万円65万円、年金所得控除が約65万円、控除額は収入額によって変動、引かれ年金所得は、150万引く65万イコール85万、雑所得、 85万円が非課税ラインに該当するかどうかで判断されます。3. 住民税非課税になる条件。住民税が非課税となる主な条件は以下の通りです。基本的な非課税所得ラインの計算式。35万円×扶養人数プラス31万円、本人分。例えば、扶養親族が1人いる場合の非課税ラインは、 35万円かける2人プラス31万円101万円となります。このラインよりも所得が少なければ非課税です。生活保護を受けている方。生活保護を受けている場合、住民税は自動的に非課税です。障害者、未成年、一人親で、前年の合計所得が135万円以下の方。障害者や一人親家庭などの場合、 所得基準が特例として設けられており、135万円以下で非課税になります。給与収入に換算すると、約204万円未満です。前面の合計所得が一定金額以下の方。住民税の非課税基準となる所得は、扶養親族の人数によって異なります。4. 扶養人数ごとの非課税ライン。住民税の非課税基準は、扶養人数によって異なります。 以下、東京都23区の基準を例に挙げます。不要親族がいない、単身者、の場合。非課税ライン、所得45万円以下。給与収入換算、およそ100万円以下、給与所得控除後の金額が45万円以下になる要調整。5、年金収入の場合の非課税基準。年金収入のみの人の場合、 65歳未満と65歳以上で控除額が異なります。65歳未満の場合、単身者、年金収入が約100万円以下、扶養親族1人、年金収入が約136万円以下、65歳以上の場合、単身者、年金収入が約135万円以下、扶養親族1人、年金収入が約211万円以下、 6. 非課税ラインの自治体別の違い。非課税ラインは、住んでいる自治体によって多少異なる場合があります。以下の3つのパターンが代表的です。1. 大都市、米、東京都23区など一級地。35万円かける、不要人数プラス1プラス10万円プラス21万円。2. 郊外都市、米、奈良市など二級地。 32万円かける、不要人数プラス1プラス10万円プラス19万円。3、小都市や町村。で、秩父市など3級地。28万円かける、不要人数プラス1プラス10万円プラス17万円。7、まとめ。住民税非課税の基準は、所得が不要人数や自治体の条件によって異なるため、 まずは自分の不要人数に基づいた所得ラインを確認することが大切です。また、給与収入や年金収入の場合、それぞれの控除を考慮した所得が住民税の非課税基準になります。特に年金収入の場合、控除額が大きいため、所得は実際の年金額よりもかなり低くなりやすいです。詳細な情報や自治体の基準は、住んでいる自治体のホームページで確認するか、 直接問い合わせをして確認することをお勧めします。住民税非課税となる目安について説明します。本人だけの場合、一級地費課税ライン、所得100万円以下、二級地費課税ライン、所得97万円以下、三級地費課税ライン、所得93万円以下、扶養親族が一人いる場合、一級地費課税ライン、 所得156万円以下。2級地費課税ライン、所得148万円以下。3級地費課税ライン、所得137.8万円以下。扶養親族が2人いる場合。1級地費課税ライン、所得205万円以下。2級地費課税ライン、所得190万円以下。3級地費課税ライン、所得168万円以下。 扶養親族が3人いる場合。一級地費課税ライン、所得255万円以下。二級地費課税ライン、所得235万円以下。三級地費課税ライン、所得209.9万円以下。65歳以上の夫婦、扶養してる場合で、で旧地別の住民税非課税世帯になる目安。65歳以上扶養親族が1人、一級地。非課税ライン、 所得101万円以下。給与収入換算、およそ211万円以下。65歳以上扶養親族が1人、2級地非課税ライン、所得93万円以下。給与収入換算、約203万円以下。65歳以上扶養親族が1人、3級地非課税ライン、所得83万円以下。給与収入換算、 およそ193万円以下。検索窓に、住まいの市区町村の名前を入れて検索すると、その該当の市区町村のホームページが出ると思います。また、旧知制度で検索すると住まいの市区町村の旧知がわかります。ババジーチャンネル。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただき、どうぞ応援よろしくお願いします。